どうもひろみです。いつもご視聴ありがとうございます。さて、前回の動画では樋口希一郎の奇跡と奇跡エピソード1ということで、樋口希一郎の生い立ちをご紹介させていただきました。今回はいよいよ樋口中将一つ目の奇跡、オトポール事件に入っていきたいと思います。生い立ち編の方まだご覧になっていない方はエピソード1から見ていただいた方がこの動画より楽しめるかなと思いますので、よければそちらも見てみてください。まずはオトポール事件の舞台となる満州国の成り立ちと、それに大きく関わった関東軍について、そしてこの事件で樋口中将の強力な助っ人となる満州鉄道について、この3点は押さえておきたいところなので、ざっくりですが先にご紹介させていただいてからオトポール事件に入っていきます。当時の時代背景についてなども触れながら今回もゆっくり進めていきたいと思います。それではスタートさせたいと思います。どうぞ最後までゆっくり楽しんでください。1937年、樋口中将は満州国に派遣され、ハルピン特務機関長に任命されます。この頃、北京郊外で起きた盧溝橋事件をきっかけにシナ事変が始まったという時期でした。シナ事変っていうのは、日本と中国国民党の蒋介石が率いる中華民国との間で行われた戦争のことです。まさに当時の最前線への派遣ですね。今までの情報将校としての働きと実績を評価されての大抜擢だったようです。樋口中将は実際に満州国に到着すると、満州国が独立国っていうのは表向きで、実際は日本の強い影響下にあることに驚いたそうです。この満州国っていうのは、樋口中将が派遣される5年前1932年に関東軍っていう、当時満州に駐屯していた日本陸軍によって創立された国です。軍が国とか創立できるのって、ちょっと今ではピンとこない感じもあるんですが、当時の日本では政府よりも軍の方が主導権を持っていたっていう時代だったみたいですね。ちなみに関東軍の関東っていうのは日本の関東地方とは関係ないんですね。万里の長城の東端に山海関っていう要塞があって、この山海関より北京寄りを関内、満州とか遼東半島を関東もしくは関外と呼ぶんだそうです。その関東側に駐留していたので関東軍になりました。関東軍の主な役割は2つありました。1つは日露戦争の勝利によってロシア帝国から獲得した遼東半島や南満州鉄道の権益を守ること。この南満州鉄道っていうのは1906年に創設された会社です。ロシアから日本に譲渡されたシベリア鉄道からの支線の一部を経営するために設立されました。南満州鉄道、略して満鉄と呼ばれます。満鉄は鉄道会社っていうことだけにとどまらず、都市計画、炭鉱開発、製鉄所、農業、ホテル業、航空会社など多様な事業を展開していました。この頃の満鉄総裁は松岡洋介。この後に起きるオトポール事件で樋口中将の重要な助っ人となります。後にご紹介しますが、まずは関東軍の役割についての説明を続けたいと思います。清国が崩壊した後、中国大陸では無政府状態が続いていたそうです。この頃は国民政府と北京政府とが激しく争っていて治安が悪かったんですね。またこの2つの政府によって行われていた抗日プロパガンダによって日本人が殺害されたり、商店が焼き討ちにあったりしていて、それらから日本の居留民を守るために駐屯していたと言われています。そして表立っては言われてないんですが、関東軍にはロシアを牽制するという役割もあったようです。この頃はロシアの樺太の一部も日本でした。なので、いざロシアが攻めてきたっていう時には、満州と樺太の2点で食い止めて、日本本土では戦わなくて済むようにっていう、日本とロシアの緩衝地区としても満州が守っておきたい場所だったんですね。ということで、日本の国防、経済にとって地政学的に見ても満州は当時日本の生命線とも呼ばれた場所でした。このように満州の治安維持とロシアを牽制するという主に2つの役割を帯びていたのが関東軍でした。
この満州国創設までを率いたのが、樋口中将の中央幼年学校時代からの同期で親友、関東軍作戦主任参謀の石原莞爾でした。この石原莞爾っていう人は、戦略の天才とも呼ばれたそうです。満州事変の発端となった柳条湖事件を自作自演したことでも有名です。1931年9月18日、石原莞爾率いる関東軍が満鉄の線路を爆破し、これを中国軍の反攻って発表することで、満州における軍事展開の口実にしたという事件です。これが満州事変の発端となって、関東軍は当時の政権、張学良政権だったんですが、23万の兵に対してたった1万数千の兵で勝利するんですね。そしてハルピンを占領。柳条湖事件の自作自演から満州国設立までをわずか5ヶ月ほどでやってのけたと言われています。これには世界中が驚いて、これを成功させた石原莞爾の名前っていうのは世界中の軍とか政治関係者で知らない人はいないっていうぐらいだったんだそうです。でもこの満州国の創立について国際的に日本は批判もされたようです。満州国って言っても日本の傀儡国家じゃないか、植民地のようなもんだっていうふうに、一応皇帝を立ててはいたんですが、愛新神楽溥儀っていう中国圏最後の皇帝です。映画ラストエンペラーでも有名ですよね。この溥儀を皇帝として立ててはいたんですが、実際のところは日本が外交、軍事、治安維持など重要なところを担っていました。でも当時の日本の考え方としては、植民地っていうのとは根本的に違ったようです。西洋列強がそれまでアフリカとか南米、アジアで行ってきたいわゆる植民地支配っていうのは、支配地域の人たちを働かせて、その労働の成果を占領国が全部搾取するっていう、分かりやすく言うと、もともといた地域の人たちっていうのはもう奴隷ですよね。それに対して日本は王道楽土と五族協和っていうのを理念として、自らも多くの投資をして満州国を独立国へ導こうとしていました。この王道楽土っていうのは、西洋列強の武力による統治、覇道ではなく、東洋の徳による統治、王道で安楽な国を作るっていう思いが込められています。もう一つの五族協和っていうのは、アジアの五民族が協力して平和な国づくりを行うっていう思いが込められています。日本はこの王道楽土と五族協和をスローガンに戦っていたんですね。それは建前で綺麗事でしょと、結局侵略だよっていう認識も今でも多くてですね。でも日本の場合、そう一概に言い切れないところもある。例えば占領した地域に日本は大学などの教育施設まで設置してるんですね。建国大学、大同学院、ハルピン学院など、ここでも王道楽土と民族共和の実践を目指して、満州人や蒙古人、朝鮮人や中国人、ロシア人や日本人など、さまざまな国の人が学ぶことができました。しかも全額国費で賄っていたので、受験料も学費も無料だったそうです。政治学、経済学、射撃、行軍、乗馬、外国語、柔道、剣道など多くのことを学ぶことができました。なので競争率がとても高く、優秀な学生が多かったんだそうです。これすごいですよね。実は朝鮮にも明治時代すでに慶城帝国大学っていうすごく立派な大学を建ててるんですね。本当に植民地って言うんだったら、この現地に大学とかいらないですよね。さらに満州国では五民族にとどまらず、ロシア革命の後に逃げてきた白系ロシア人とか、白系ロシア人っていうのは前回の動画でご紹介しました、ロシア革命の革命派の赤軍ではない方のロシア人を白系ロシア人と呼ぶそうです。この白系ロシア人たちと、あとナチスの迫害から逃げてきたユダヤ人、そしてウイグル人やイスラム教徒などもいたんだそうです。そういった意味でも当時、五族協和、王道楽土をスローガンとしてだけではなく、本気で実践しようと思ってた日本人も多かったんじゃないかなと私は思います。皆さんどう思うでしょうか。ちなみに肝心の満州人たちが日本のこの進駐とか満州国創立に対してどう思ってたかっていうところなんですが、これね、ほとんど反対がなく、むしろ歓迎ムードだったっていうふうにも言われています。
まあ、なぜならこの頃満州は超学僚政権が正常になってたんですが、餓死者が町中に転がってるような、まあ、そんな状況だったんだそうです。政府に対して満州人は不満が多かったみたいなんですね。なのでこの超学僚政権と戦う関東軍を満州人たちは応援していたっていうふうにも言われています。満州人3000万人ほどもいたそうなんですよね。その人たちが満州国創立までの間、関東軍への反乱っていうのを一回も起こさなかったんだそうです。日本本土での日本国民たちのムードも満州国創立よくやったっていうような感じだったんだそうです。満州国の広さ、なんと日本の 3.5 倍もあるそうなんですね。日本はすごく不景気だったので、もうこれからのチャンスは満州国にあるっていうようなムードで沸き立っていたようです。そんな時代背景の中で建国されたのが満州国でした。樋口中将は着任早々、若手将校たちを集めて自らの方針を伝えました。ここは日本ではなく満州国であるから、満州人の不平不満をよく聞き相談に乗ってやるように。また悪徳業者は日本人であれ、ビシビシ摘発しろ。この方針の成果が出始めた頃、樋口中将のもとをユダヤ人のカウフマン博士が訪ねてきます。カウフマン博士は総合病院を経営する内科医で、ユダヤ人協会会長、アジア地域におけるユダヤ解放運動のリーダーとして知られていました。カウフマン博士は樋口中将に、ナチスドイツのユダヤ人迫害の激化と非道を全世界に訴えるため、ここハルピンで極東ユダヤ人大会を開催したいと訴えます。当時の日本はドイツと防共協定っていうのを結んでいたので、ドイツの国策に反対するような大会を開催するなんていうのはもってのほかで、方々から反対されたんだそうです。でもウラジオストクの赴任時代、下宿させてもらったユダヤ人たちからの恩があったことや、ドイツに視察旅行に行った時にユダヤ人が受けている差別とか迫害の存在を実際に見ていたので、それもあってか樋口中将はカウフマンの訴えを受け入れ、あなたたちの血の叫びを全世界の人々に聞いてもらってください、私も及ばずながらお力になりましょうと承諾したそうです。1938年1月15日、第1回極東ユダヤ人大会がハルピン商工クラブで開催されました。東京、上海、香港などからユダヤ人の代表約2000名が集まり、会場はユダヤ人で埋め尽くされました。カウフマンに招待されていた樋口中将は、各地域の代表の演説の最後に演壇に上りました。その時会場はシーンと静まり返ったんだそうです。諸君、ユダヤ人諸君はお気の毒にも世界いずれの場所においても祖国なる土を持たぬ。いかに無能なる少数民族も、卑しくも民族たる限り何ほどかの土を持っている。ユダヤ人はその科学、芸術、産業の分野において他のいかなる民族に比べても劣ることなき才能と天分を持っていることは、歴史がそれを立証している。20世紀の今日、世界の一隅においてユダヤ人を追放する様を見ることは、人道主義の名において、また人類の一人として私は心から悲しむものである。ある一国は好ましからざる分子として同胞であるべき人々を追放するという、追放せんとするならばその行き先を明示し、あらかじめそれを準備すべきである。当然の処置を講ぜずしての追放は刃を加えざる残虐に等しい。私は個人として心からかかる行為を憎む。ユダヤ人追放の前に彼らに土地、すなわち祖国を与えよう。演説が終わると大きな歓声が湧き上がって、熱狂した青年が壇上に駆け上がり、樋口中将の前でひざまずいて号泣しだしたんだそうです。他の幹部たちも次々に握手を求めに来たと言われています。このニュースは世界中を飛び回ったんだそうです。そして物議を醸すことになりました。関東軍司令部の幕僚の間からは、日本とドイツの関係を悪化させるじゃないか、樋口を即刻罷免すべきだ
などと批判の声が上がり、もちろんドイツは激怒し、リッペンドロップ外相はオットー大使を通じ厳重抗議をしてきました。そんな厳重注意を受けているさなか、ソ連と満州国の国境にあるオトポール駅にナチスのユダヤ人狩りから逃れてきた大勢のユダヤ人が押し寄せてきます。樋口中将一つ目の奇跡、オトポール事件。難民たちはオトポールの極寒の原野にテントを張り、入国許可を待っていましたが、すでに投資者が出始めていました。満州国は日独関係に気を使ってビザの発給を拒否。カウフマン博士は樋口中将の部屋に飛び込んできました。難民たちの食料はすでに尽き、この寒さで投資者も出始めている。樋口中将、どうか助けてくださいと難民たちの窮状を訴えます。この時ソ連は一度ユダヤ難民を受け入れているんだそうです。アムール川河畔にユダヤ人居住区を作って、極寒の地シベリア開発の労働力としてユダヤ人を使おうとしてたみたいなんですよね。でもユダヤ人は都市生活者がほとんどだったので、農業の経験がなく、もう全然使えないっていうことで居住区から追い出してしまったんだそうです。でもマイナス40度とか50度とかにもなってしまうようなとこで、そんなとこに放り出したってもう死ぬって分かってるのに、これひどいですよね。再びさまようようになっていたユダヤ人たちもオトポール駅には来ていたんだそうです。でもここで難民を受け入れるのは、樋口中将の軍人としての生命が絶たれる可能性もあります。このまま放っておいたらどんどん投資していってしまう。送り返したとしても強制収容所に入れられてしまって、ほとんどが生きていられないだろう。事態は一刻を争う状況。その時樋口中将はグルジアで出会ったあの老人の言葉を思い出したといいます。樋口中将はこれは人道上の問題だとして、なんと関東軍に相談することなく独断でユダヤ難民の受け入れを決断したと言われています。決断してからの樋口中将の行動はとても早かったそうです。カウフマン博士には、博士、難民のことは承知した、博士は難民の受け入れの準備にかかってほしいと告げて、即日ユダヤ難民への給食と衣類、燃料の配給、治療、満州国内への入植や上海疎開への移動の手配を行い、満州国に対しては関東軍に気を使う必要はないと伝え、国境を開けさせ、満鉄の総裁松岡洋介には直談判し、特別列車運行の協力を取り付けました。人間ヒトラーとの提携が、直ちに日本で反ユダヤ政策を実施するということではないという見解をかねてから持っていたと言われる松岡洋介が、この時の満鉄総裁であったっていうことも味方しました。樋口中将の直談判に同意し、ユダヤ難民救出を積極的に手助けしてくれることになります。2日後、ユダヤ難民たちを乗せた列車がついにハルピン駅に到着。待ちわびていたユダヤ教会の幹部たちのどよめきがホームに広がったといいます。まず病人たちが列車から次々に運び出され、ハルピン駅は痩せた難民たちであふれ返ったんだそうです。みんな泣き崩れて抱き合い、カウフマン博士も泣きながら難民たちをねぎらっていたそうです。投資者が十数名、病人が20数名、樋口中将のこの判断が1日でも遅かったら被害はもっと大きくなってたかもしれないと言われています。この事件は日本とドイツの間で大きな外交問題となってしまいました。リッペンドロップ外相もさすがにぶち切れて、オトポール事件から2週間後、オットー駐日大使を通じて強い抗議文が届きました。抗議文。満州国にある帰国の防省省がドイツの国策を批判し誹謗しつつありと、もししかりとせば日独国交に及ばす影響少なからんと信ず。こう速やかに全書ありたし。その日のうちに関東軍から樋口中将に出頭命令が通達され、翌日樋口中将は長春に到着。この事件について査問を行ったのは東条英機参謀長でした。
樋口中将は東条参謀長に臆することなく、日満両国がこの非人道的なドイツの国策に協力すべきものならば、驚くべき警部であり、人倫の道に背くものであると言わねばならないでしょう。日本はドイツの属国ではないし、満州国もまた日本の属国ではないと信じています。東条参謀長、あなたはどのようにお考えになりますか？ヒトラーのお先棒を担いで弱い者いじめをすることを正しいとお思いになりますか？と東条参謀長の顔を正面から見据えながら言ったんだそうです。樋口君、よくわかった。あなたの話はもっともである。ちゃんと筋が通っている。私からも中央に対し、この問題は不問に付すよう伝えておこう。ご苦労でしたと言ったんだそうです。この東条英機の判断によって問題は一気に沈静化します。すごいですよね、これ。納得させちゃうっていう、弱い者いじめすることが正しいと思いになりますかっていう、もうなんか本当 すごい直球だなって思うようなセリフだと思うんですけど、これ、まあ、私の想像なんですけど、もしかしたらですよ、なんか東条英機にだから樋口中将はこういう言い方をしたのかもしれないなって思うんですよね。実際樋口中将は戦後雑誌の取材で、東条さんは頑固者でこうと思ったら一歩も後へ引かない性格の持ち主であったが、筋さえ通せば至って話の分かる人であると言ってたそうなんですよね。同じことを言うにしても、この人にはこの言い方の方が伝わる、あの人にはあの言い方の方が伝わるっていう、うまく使い分けてたんじゃないかなって。前回の動画でもご紹介した社交界での振る舞いってありましたよね。樋口中将って情報将校スパイですよね。なのでこう人の心を動かすのすごく上手だったんじゃないかなって思うんですよね。まあ、ちなみに樋口中将の親友、さっきご紹介した満州国創設を率いた石原莞爾なんですけど、この人真逆だったみたいなんですよね。すっごい天才だったんだけど、かなりこう癖の強い人だったみたいで、まあ、例えば自分が無能だって思ったら上司に対してだって平気できついこと言ったりとかしてたみたいなんですよ。でそれも大きな要因となって大事な時に失脚しちゃうんですよね。ちなみにこの石原莞爾、満州国創設を成功させた後、不拡大方針っていうのを訴えてたんだそうです。もうこれ以上勢力を広げないで、日本も満州もこう力を蓄えよう、満州国を満州人自らに運営させてアジアの名誉を育てていこうっていう考えを持ってたそうなんですね。これ樋口中将とも一緒ですよね。まさしく五族共和とか王道楽道の考え方ですよね。でも満州国建国後も中国大陸への軍拡を進めて、こう支那事変を始めてしまってた陸軍中枢とか関東軍、そしてまあ当時関東軍の参謀長だった東条英機ともかなりこうぶつかったみたいですね。東条英機のことを東条上等兵ってバカ呼ばわりしたりとか、めめしいやつみたいな、もう相当な発言を繰り返してたみたいなんですよね。まあ、そりゃいくら天才でも、もうちょっと厳しいですよね。もう人間関係でうまくいかないっていうのはすごくもったいなかったなっていう、だからこそ天才だったのかもしれないですけどね。一説にはですけど、まあ、日本が戦ったこの大東亜戦争、東条英機じゃなくて石原莞爾が仕切ってたら日本は負けなかったんじゃないかとも言われてるんですね。石原莞爾が失脚した後、日本はアメリカとの太平洋戦争に突入してってしまうんですよね。この樋口中将と石原莞爾、全然タイプが違うね。この2人がもしもっとそばで一緒に仕事ずっとできてたら、また違った展開になってたんじゃないかなっていうのをこう私も想像したりしますね。って考えてると取り留めもなくなってきちゃうんで、すいません、話を戻します。満州里からハルピン、長州、宝天、天津、そして上海へとユダヤ難民たちを脱出させました。このようにして確立されたユダヤ難民ルートは樋口ルートっていうふうに呼ばれて、1938年3月に開かれてから1941年の3年間にわたって利用され、多くのユダヤ人の命を救うことになりました。戦後東条英機は永久戦犯として東京裁判で裁かれ、絞首刑の判決が言い渡され、約1ヶ月後巣鴨拘置所で死刑は執行されましたが、オトポール事件での樋口中将の決断にこの東条英機が理解を示してくれなければ、多くのユダヤ人が助からなかったかもしれないっていうのもまた事実なんですよね。同
同じく樋口中将は戦後ソ連によって戦犯指名されて引き渡しを要求されるんですが、 GHQ のマッカサーはこれを跳ねつけ樋口中将の身柄を保護しました。これはアメリカとしてはこれからは共産主義との戦いに備えなくちゃいけないっていうところで、ロシア通だった樋口中将の情報が欲しかったからだとも言われてますし、樋口中将の戦犯指名を知った世界ユダヤ人会議が樋口中将を救うべく世界中のユダヤ人コミュニティを動かしロビー活動をしてくれたことが大きな助けになったと言われています。そして樋口中将2つ目の奇跡、キスカと無血の撤退作戦。この作戦は後にアメリカ軍にパーフェクトゲームと呼ばれました。しかし耐え難いほど悲痛ないくつもの運命の上に成し遂げた脱出作戦でした。はい、ということで次回キスカと無血の撤退作戦に入っていこうと思います。ぜひ楽しみにしていてください。結構長くなっちゃいましたけど最後まで付き合ってくれてありがとうございました。今までのひろみずチャンネルでここまで一人の人にフューチャーして作ったことがなかったので、こう皆さんにどんな風に受け止められるかなっていうのはちょっと結構心配だった部分もあったんですが、いただいたコメント等を見てみたら、こうなんかみんな一緒に考えたりとか、そして楽しんでるよっていう感じで書いてくれてて、とても嬉しいですし励みになります。ありがとうございます。私も勉強しながらなので足らない部分も結構あるかもしれないんですけど、少しでもね興味を持ってもらえたら嬉しいなと思います。ぜひ次の動画も楽しみにしていてください。もうすっかり梅雨に入りました。ジメジメしてね、うーっていう風になったりするかもしれないですけど、ちょっとね散歩とか出てみればこうアジサイが綺麗だったりとか、私なんかもね読書とかしたりするのがすごく好きな季節っていうのかな、おすすめです。くれぐれも体調を崩さないように気をつけて。最後までお付き合いありがとうございました。次の動画で元気にお会いしましょう。ひろみでした。バイバイ。輝いて見えるよ。優しい声、そのぬくもり駆け寄って今抱きしめたい。忘れ